えー、正です、えー、聖書1日1章の時間となりました、えー、今日はこの聖書の、えー、新約聖書のおマルコの福音書の一章です、えー、では早速うマルコの福音書の一章を見ていきますはい、えー、マルコの福音書一章神の子イエス・キリストの福音の始め預言,、えー、預言者イザ前の書にこう書いてある身を私は使いをあなたの前に使わしあなたの道を整えさせよう 荒野で叫ぶ者の声がする死の道を用意し死の通られる道をまっすぐにせよその通りにバプテスマのヨハネが荒野に現れて罪の許しのための悔い改めのバプテスマを述べ伝えたそこでユダヤ全国の人々とエルサイムの全住民が彼のところへ行き自分の罪を告白してヨルダン側で彼からバプテ,バプテスマを受けていた ヨアネはラクダの毛で折ったものを着て腰に皮の帯を締め稲ごと飲みを食べていた彼は述べ伝えていった私よりさらに力のある方が後からおいでになります私にはかがんでその方の靴の紐を解く値打ちもありません私はあなた方に水でバプテスマを授けましたがその方はあなた方に精霊のバプテスマをお授けに お授けになりますその頃イエスはガリラヤのナザレから来られヨルダン側でヨハネからバプテスマをお受けになったそして水の中から上がられるとすぐその時天が裂けて御霊が鳩のように自分の上に下られるのをご覧になったそして天から声がした「あなたは私の愛する子私はあなたを喜ぶ」そしてすぐ御霊はイエスを荒野に追いやられた イエスは40日間アラノにいてサタンの誘惑を受けられた。野の獣と共におられたが、見つかいたちがイエスに仕えていたヨハが。ヨハネが捕らえられて後、イエスはガリラへ行き、神の福音を述べて言われた。時が満ち、神の国は近くなった。悔い改めて福音を信じなさい。ガリラ湖のほとりを問えられると、シモンとシモンの兄弟、アンデレが湖で網を打っているのをご覧になった。 彼らは漁師であった。イエスを彼らに言われた。私についてきなさい。人間を取る漁師にしてあげよう。するとすぐに彼らは網を捨てて置いて従った。また少し行かれると、ゼベダイの子、ヤコブとその兄弟、ヨハネをご覧になった。彼らも船の中で網を作ろっていた。すぐにイエスがお呼びになった。すると彼らは父、ゼベダイを雇い人たちと一緒に船に残してイエスについていた。それから一行は、 カペナウムに入ったそしてすぐにイエスは安息日に街道に入って教えられた人々はその教えに驚いたそれはイエスが立法学者たちのようにではなく権威ある者の,のように教えられたからであるす,するとすぐにまたその街道に汚れた霊に疲れた人が来ていて叫んでいったナザレの人イエス一体私たちに何をしようというのですあなたは私たちを滅ぼしに来たのでしょう 私はあなたがどなたか知っています。神の聖者です。イエスは彼を叱って、黙れ、この人から出て行けと言われた。すると、その汚れた霊はその人を引きつけさせ、大声を上げてその人から出て行った。人々は皆驚いて、互いに論じ合って行った。これはどうだ権威のある新しい教えではないか。汚れた霊を,をさえ戒、えー、められる。すると従うのだ。 こうしてイエスの評判はすぐにガリラヤ全寺の至るところに広まった。イエスは街道を出るとすぐにヤコブとユハネを連れてシモンとアンデルの家に入られた。ところがシモンの姑が熱病で床についていたので人々は早速彼女のことをイエスに知らせた。イエスは彼女に近寄りその手を取って起こされた。すると熱が引き、彼女は彼女は彼らをもてなした。夕方になった。 日が沈むと人々は病人や悪霊にかれた人を皆イエスのもとに連れてきたこうして町中の者が特地に集まってきたイエスはさまざまな病気にかかっている多くの人を癒しまた多くの悪霊を追い出されたそして悪霊どもが物を言うのをお許しにならなかった彼らがイエスをよく知っていたからであるさてイエスは朝早くまだ暗いうちに起きて 寂しいところへ出て行きそこで祈っておられた。シモンとその仲間はイエスを追ってきて彼を見つけみんながあなたを探しておりますと言った。イエスは彼らに言われた。さあ近くの別の村里へ行こう。そこにも福音を知らせよう。私はそのために出てきたのだから。こうしてイエスはガリラ全体に。 全地に渡りその街道に行って福音を告げ知らせ悪霊を追い出されたさてツアラトに侵された人がイエスの身元にお願いに来てひざまずいていったお心一つで私を記憶していただけますイエスは深くある意味手を伸ばして彼に触って言われた私の心だ記憶なれするとすぐにそのツアラトが消えてその人は記憶なったそこでイエスは彼を厳しく戒めて すぐに彼を立ち去らせたその時彼にこう言われた気をつけて誰にも何も言わないようにしなさいただ言って自分を妻子に見せなさいそして人々への証のためにモーセが命じたものを持ってあなたの清めの供え物をしなさいところが彼は出て行ってその出来事を触れ回り言い広め始めたそのためイエスはもだったあもだって町の中に入ることができず町外れの寂しいところに おられたしかし人々はあらゆるところからイエスのもとにやってきた。はい、えー、感謝いたします。えー、マルコの福音書の一生でした、えー。この聖書の御言葉をあなたの心に魂に、えー、この聖書をあなたのもとに、えー、マサートの聖書一日一生でした。このマサ、えートの YouTube チャンネル登録、またコメント、いいねボタンとよろしくお願いいたします。次回の聖書一日一生。 えー、マルコの福音書でお会いいたしましょう。えー、マスタートでした週明け熱パッションプレゼン、シャルム、シャルム、シャルム。